ナイフが邪魔かな。ごめんね。ごめんね。ティーちゃんおいで。ティーちゃん。ティーちゃん。ティーちゃんも小麦食べな。あ、おいで。ティーちゃんおいで。はい、おいで。はい、はい、いいよ。ティーちゃん。小麦。あ、おいで。ティーちゃん。動けない？この前動いたじゃん。ね。この前来た時動けたな。はい、ティーちゃんおいで。はい。どうぞどうぞ。はい。ティーちゃん。ティーちゃん。ティーちゃん、もう小麦食べな。あ、おいで。ティーちゃんおいで。はい、はい、はい、はい。どうぞどうぞ。いいよ。いいよ。まだ一個あるよ。ティーちゃん足元にあるよ。ここ。はい、というわけでですね、個人的に、まあコスプレの中では、かなり好きなね、チャッキーの、チョピコティーナなんですが、今日ね、なんでこんな格好してるのかというと、別にハロウィンっていうわけじゃないんですが、チョピ、面白い。チョピ。チャビ全然怖くないチョビね、特にハロウィンってわけじゃないんですけど、先日のね、シャンプーライブで、少しお話をさせていただいたんですが、パンナハウスさん、以前ドライブベッドでですね、お世話になってます。パンナハウスさんでですね、ホームページを見てたら、ウォーっとね、一目惚れした商品がありまして、それでまあその時に注文してね、商品が、やっとね本日届きました。もうね、クオリティもそうですけど、もうとにかくね、もうやば可愛いんでですね、ぜひね、紹介させていただきたいということで、今回この格好をあえてさせていただきました。その理由がね、こちらです。ぬーん。うちの子食べるぐらいの納豆。はい、というわけでね、ラグマットです。まあ、玄関用のラグマットなんですけど、どうすかねこれ。じゃあ見ていいじゃん。もしそっち行こうかな。いいじゃん。いいじゃん、こっち向いて。サムネ用にちょっとまず撮るで、こっち見て。面白い。
どうですかねこれ。ちょっとね映像では伝わりにくいかもわからないんですが、もうね毛足もすごく長くてふっかふかなんですよこれ。すっごい気持ちいい肌触り。乗ってみる？乗ってみる？ティちゃん。ティちゃん乗ってみる？でまあ玄関でね、まあこのチャッキーのこの感じなんで不審者はね入ることができませんよと。あなた誰ですかということでね、あの Who are you という文字も入れていただきました。どうすかこれ本当に。やばい。厚みもねこれぐらい、わかりますかね、これぐらいあるんですよ。1センチぐらいもっとあるかな、うん、これわかりますかこれ、この弾力、うん、でこれをね、よし、これをまあ前からね玄関マット欲しいなと思っとったんですよぶっちゃけ、うん、まあこんな感じでね、よいしょ、まあお家に遊びに来てくれた人はねちょっとわーって喜んでくれればいいなっていうのも、ちょっと色が合わないねこれタイルマットと、なんかこれ考えよう、うん、遊びに来てくれた人がねわーかわいいって喜んでくれればいいかなと思ってね、ちょっとそういうのも含めて作ってみました。と言っても誰も来ませんけどね、ショピナキは誰も来ませんけどね、一応ねちょっとこういう玄関マット欲しくてね、ちょっと作ってみました。で実はよいしょ、その参考となるね、元々のそのデザイン写真もどの写真で作ってもらおうかっていうのがね、なかなか選びきれなくて、まあ、結局ねじゃーん2枚作ってもらいました。これも玄関用にねベルカムいらっしゃいということで、これ元々の画像がね、こちらなんですけど、まあ、この画像もね、3人で写ってる写真の中では自分的に結構好きな写真なんで、まあ、どうしてもこれでも作ってほしくてですね、これもねちょっと作っていただきました。ツンツンどうでしょうかこれ。今こんなのあるんですね。裏がねこんな感じです。裏地、うーん、まあ、制作をしていただいてる動画もなんか送っていただけるという話だったんで、この動画アップするまでに、まあ、それが間に合えばご紹介もさせていただくんですけど、作ってる工程をねなんかサービスで撮ってくれるということで、そういう話を前ちょっと聞いたんだけど、どうなのかな。ディちゃん脱ぐ、ごめんね、ちょっと待ってね、脱ぎますか、ちょっと待ってよ、熱つちょっと待ってね、ちょっぴよちょっぴちょっぴタティーニ、ちょっと待っとってよ、ちょびちゃんちょびちゃんティーちゃん、よし、ちょっともう撮るかな、ちょっと待ってね、撮るよ、ちょっと待って、ティちゃんちょっと待ってな、もう撮ってあげるでね、ごめんね、よいしょ、よし、ごめんよ、ちょっと待ってよ、撮るでね、はいはい、撮りますよ、ちょっと待ってよ、
ちゃん洋服着ると動けんね。前回の時なんかいい感じで動けたもんな。はいはい、ごめんね。よしよし。どうでしょうか。どうでしょうか。これまた新たに撮れてよかった。よかったよかった。ねえ、ちいちゃん。ちいちゃんカメラの方向いてくれんかな。ちょぴ。もうちょっと前行こうかな。よしよし。どうでしょうか。ちょっとこれ玄関に置いてみようかな。まあこのタイルカーペットだとこっちの方が合うよね多分。まあどうしてもねちょっと本当にもうコートつけがたくてちょっと選べなくてね。あーやっぱりまあ色的にこちらの方が合いますね。はい、年間通してね、チョピナキに遊びに来るのはまあこの玄関までですけどね、佐川さんか大和さんしかねいませんので、この玄関マットね、生で見たい人はぜひぜひねチョピナキに遊びに来てください。ティーちゃん、はいこっち行こう。はい、向こう行って。ちょっと待ってよー。よいしょ。よいしょ。うん、はい、チョピ、ここ押さえして。押さえして。ティーちゃん、こっちおいで。ティー、ここおいで。うん。はい、というわけでね、パンナハオさんで作っていただいた、まあ、玄関用のね、タフティングラグマットのご紹介でございました。ね、またね、一つ宝物が増えたわ、ティーちゃん。これね、大事にしようね。おしっこしちゃかんぞ、ティーちゃん。ねえ、あんたふかふかんとこ好きだでな。チョピー、うんちしてかんよ。お願いね、白だからね、汚れ目立つからね。それでは皆さん、またねー、バイバーイ。チョピー、チョピー、チョピー、寝る前のおしっこしに行こうかね。ティーちゃん、もうくつろいどるがよ。おしっこすんなよ、ティーちゃん、頼むぞ。バイバーイ。